ではですね、宮城県、福島県でこの最大震度6強を観測した地震について、各地にお住まいの方にお話を聞きました。お客さんいて、はい、ほんで、2回あったんですよ。はい、2回目の、はい、なんつうんですかね、よし、2回目の、その本震始まる前の微妙な振動みたいなのが、すごく細かくて、はい、で、あ、もうみんな慣れてるんで、あ、これはでかくなるなっていうのは察して、はい、厨房のいろんな道具とかバラバラ落ちちゃって、あと油とかもひっくり返ったり、結構めちゃくちゃですね、厨房は。なんか震度多分1ぐらいの揺れが、ちょっと30秒ぐらいあったんですよね。はい、で、あれ揺れたと思った5分後ぐらいに、なんかこう震災の時みたいに、なんていうんですか、ゴーっていう感じの地鳴りと一緒にダダ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 ダっていう、なんかこう今まで震災を思い出すぐらいの揺れってぶっちゃけなかったですからね。だからみんな多分思い出してると思いますけどね。